さあどうもこんにちは、モータージャーナリストのゴミ屋坂です。今日はですね、ちょっと自衛隊の大砲の音がですね、ところどころ聞こえてしまうかもしれないですけど、ご了承ください。今日は裾野にいます。さあ何しに来たか、こちらの車ですよ。来ましたね、スズキで今一番売れている車。まあ当然ですよね、スペーシアでございます。3代目とフルモデルチェンジをしたという形ですよ。まあ初代が2013年に出てですね、2017年ですよね、2代目。そこからまあカスタムは当然なんですけれども、スペーシアギアであるとか、スペーシアベースですよね、まあ商用車ですよね、まあそれらももう過去に動画でいろいろお伝えはしてきておりますけれども、さあこれが新型でございます。まあすでに東京モビリティショーでですね、もう鈴木さんのブースでこのスペーシアのコンセプトモデルとして、まあ、展示がされてたと思うんですけれども、まあ今この映像を撮っている時にはまだそのモビリティショー前なので、何が展示されるか分かんないですけど、まあほぼこの車が展示されるんでしょう。コンセプトと言ってもそのタイミングで全然違うのを出すわけがないので、まあほぼ商品を皆さんも目にしてきたんだと思います。まだ全ての情報を持っているわけではないですけれども、さあ行きましょう。これね、結構ミラーとかで見た時に意外とアクセントでね、あのサイドミラー越しに結構映る姿がかっこいい。これアクセントとしてちょっとね、音聞こえる？ここ普通に爪引っかかんないじゃないですか。ちょっとこのヘアライン加工してあるというのかな、うん。だからこれデカールですね、デカールが貼ってある形ですね、こういう形式ので。これ見てもらうとね、わかるかな、これ色若干違うんですよ。これツートンカラーです。だからブルー色とブラック色でのこれツートンカラーになります。これカスタムですね。こちらはカスタムの後ろ、もうテールライトを見てもらっても、この縦並びじゃないですか、このあたりが、はい、カスタム。まあ今まで通りのカスタムですよ。ちょっとやんちゃさとか迫力であるとか、まあ存在感とかスポーティー感とか、まあそのあたりを攻めた形。新しいほらカスタムのロゴになりましたね。ここもちょっと特徴的なところ、今日はですね、下の一番先端のところにコーナー円が僕できております。もうとんでもないところにコーナー円、なんでここにできるねんっていうね。だからすっごい喋りにくいんですけど、舌足らずな言葉になってしまうことをご了承ください。さあこちら通常のスペーシアです。だからスペーシアとカスタムが今回も当然ながらあります。まあ遅れていろいろ出てくるんでしょうね。だってなんかこの今スペーシアをパッと、これ素のモデルですよ、こちらカスタムですよ当然ね。でカスタムフォグランプついてるんですよ。ほらフォグランプちゃんとあるのいいですよね。カスタムは NBOX とも今回もガチンコでどんどん戦っていくんでしょうけども、まずフォグランプがあるっていう時点で NBOX フォグランプ、まあオプションでは用意されてはいるんですけど、標準設定としてはないので、このあたり一つ特徴的ですよね。さあで話それちゃいましたけど、だからこのね、なんか素の状態を見ると遅れてなんか丸めとかも絶対出そうですよね。だから丸め合いそうですもん、このなんかグリルとか。だからスペーシアのだからスマイル系が出てきそうですよ。やっぱり丸め基調で長方形型ではありますけど、これ完全丸めの方がなんか可愛いと思いません？まあそういう可愛いっていうところで出てきそうな予感もする。さあでこちらも今ツートン色で今置いてあります。これそもそもなんですけど、ボディ色で言うとツートン色が4パターンあって、でさらに単色で8色用意されており、これで12色展開です。これスペーシアは。でスペーシアカスタムになるとツートン色として4色展開されており、で単色としては7色です。だからスペーシアは8色単色でありますけれども、単色でカスタムになると7色なので、全部でまあ11色という形の展開になります。で今このホイール、ほら見てください、白とグレーっぽい色じゃないですか。だからこれもツートン色じゃないですか。これツートン色の先ほど言った4つのパターンを選んであげると、このツートン色のホイールがついてくるという形になります。タイヤはもういつも通りですよね、エナセーブです。155654インチになります。まあエンジンとかはもう今まで通りですよ。まあほぼキャリーと思ってください。もちろん若干の調整はされてると思うんですけれども、で唯一今回スペーシアの中で設定としては15インチです。これがターボです。はい、15インチ、あと165515インチです。切削タイプになりますね。これがだからターボのみに与えられたものです。だから今回のグレード構成、まあ価格構成で見てもまだこのちょっと撮影段階では正式には出てないですけど、まあ大概予想はつきますよね。まずは G グレードがあるでしょ、このスペーシアで。でその上には X グレードがあるでしょ。でこれおそらくですけど、センターのアームレストがあったりするでしょ。あ、ライト、はい、消しとこう。はい。消しとこうってなまったね。はい、シートヒーターとかもあるでしょ、これ。だから、そうすると、
ということはこれサンシェードもあるでしょ。はい、ちょっと途中で止まるのこれ。お、止まったね。はい、サンシェード、ほらサンシェード、ロールサンシェードありますよね。だからロールサンシェードがあるから、これ上級仕様です。これだからこれ X グレードになりますよ。だからリアのテーブルも全部ついてますしね。これが G グレードになると先ほどのロールサンシェードとかがついてこないので、あと IR と UV カットガラスもフロントのドアに関してはついてこないっていうところじゃないかな。ちょっと今それはテロップが正確でございますので確認してください。なので通常のスペーシアとしては G グレードと X グレードがあって、でこちらカスタムになるとまずベーシックとしては GS グレードがあるんですよ。その上に XS グレードがあって、最後トップとして XS ターボグレードがあるんですよ。だからもうターボ選んだ瞬間に XS 一番最上級仕様になるっていう形で、これターボじゃないかな。ラジエーターすっげーカツカツまで入ってるもんね。あ、ノーマルも入ってるね。 NA ももうターボの設定はこちらカスタムにしかないので、通常のスペーシアには、だから N ボックスもあの通常の N ボックスからターボをやめてしまったし、そういった意味では上級仕様にしかもうターボは設定がないんだな。どん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 設定をシンプルにするっていう形なのかな。でこれターボかどうか、はい、ライト消す。はい、パドルついてますよね。このパドルがついてるともうターボでございます。しかもパワーボタンもついてるじゃないですか。だからこれもうターボ決定です、っていうのでまあ分かったりもします。まあ今この一瞬映る質感やばいでしょ。後でちょっと映しますので、で今回はまあ当然ながらもうすべてのエンジンもうマイルドハイブリッドでございます。まあなのでもうすべて助手席の下に、ちょっと順番は左右してしまうかもしれないですけど、前後してしまうか、左右じゃないね。はい、ここパコッと開けると、はい、いつもの、はい、取り出しができるこの、はい、ケースありますね。これすごい便利ですよね、ほんと。なんか濡れたものとか簡単に置いて、しかもちゃんと取っ手付きっていうね。これほんと便利ですよ。スペーシアといえば、みたいな。で、その下見ると、ほら、リチウムイオンバッテリー小さいの積んでるじゃないですか。だからこれでもってマイルドハイブリッドとして機能するっていう形ですよ。さあ、ちょっとしまっておきましょう。で、まあ、細かいところをちょっと見ていきますと、まあ、今回は、これ横見てわかります？なんかね、デザイン的になんか僕はあんまり変わってないんじゃないかと思いきや、丸み基調の中になんかね、未来感というか、やっぱ新しいなっていう感じがするのはどこかなっていろいろ探したら、まず一つとしては、ここのあたりが45度角度が、まあ一つの基軸だそうです。全部そうなんですよ。このあたりもほら45度っぽいような、このアーチでしょ？なんかね、空気を切り裂いていきそうな、まあそういう仕立てになってるわけですよ。で、今回、あの、先代のスペーシアって、あの、アタッシュケースが一つのモチーフじゃないですか。今回の、あの、デザインモチーフとしては、コンテナだそうです。なんか、コンテナって、だから倉庫っていう言い方おかしい。だから、おもちゃ箱みたいなね、なんか、そんなような印象かな。あ、ちなみに、車のコンセプトとしては、ワクワク満載自由に使える安心快適スペースだそうです。ちょっと長いですよね。ちょっと長いんですけど、ここがね、僕鈴木さんの凄さだと思ってて、なんかカッコつけようと思ったらもっとバチッと短くするじゃないですか。でも短くするとやっぱりね、その伝わりにくかったりして、今のワクワク満載だけでももちろんいいんですけど、自由に使える安心快適スペースっていうと、なんかもう全てがそこにもう伝わるじゃないですか。若干長いとは思うんですけれども、なんかおじいちゃんおばあちゃんとかにまで全部伝えようと思ったら、もうこのぐらいしっかりとちゃんとメッセージ込めた方がいいんだなとかっていうのはちょっと思うところ、やっぱね、鈴木さんはマーケティングの仕方もすげえうまい気がする。うん、車作りもマーケットインの車作りじゃないですか、プロダクトアウトというよりも。で、だからそのマーケティングの仕方もカッコつけてないというかね。だからそれがね、ちょっといろいろ思うところ。いや、鈴木さんってほんとね、超現実的なんですよね。だから費用対効果が超いい企業なんだろうな。あ、こっちで見た方が分かりやすいかもしれないですね。このエッジね。はい。45度角度でこういう風に。アクセントラインがしっかりと入りながらも、若干その丸み基調で。でも、どうだろうな。ちょっと僕はこのサイドの、シルエットは、なんかボコボコ感があって、ちょっとやりすぎな、なんか、
うん、わちゃわちゃしてる忙しいねみたいなね、ちょっとこのサイドパネルは感じるかな。あ、ちなみにスペーシア初めてですね、ここカラードになりましたね。ちょっとね、横から見た時のスタイルが少し伸びやかさが出たというのかな。ここが前からズドーンとガラスから始まり、助手席ガラス、後ろの後席用ガラス、クォーターガラスっていう形で、これがなんかすごい一体感出たじゃないですか。だからなんかね、このあたりも含めてちょっと未来感っていうところかな。で、ツートンカラーにした時のこのやっぱアクセントが特徴的ですね。あ、そうだ、スペーシアのライト見てなかったですよね。ちょっとお待ちください。さあ、ライト。え、ちょっと逆光すぎて、ここは光ってるのわかる。ここも光るはずでしょう。ブレーキ踏んだら多分ね、ここが横ラインでこれ入ってるじゃないですか。横が光るはずなんですけどね。ここちょっと今日は確認ができない。すいません。今度比較とかした時にマリオさんに踏んでもらいますので。しかし、後ろ回りも結構、この彫りが強くなった感触。うん、立体感が強まった感触。で、今までよりも、なんて言うでしょう、これがもうちょっと上にあったじゃないですか、前の先代のスペーシアって。だから、なんかすごいね、この天井のルーフの幅が広がったんですよ、今回。すごいスクエア系のドシッとしたギア感が若干あるんですけど。なんかこれいろんな応用が効きそうなフォルムですね。なんかデリカミニとかとも勝負していきそうな。だから、まあスペーシアギアとかももう控えてるっていうのがなんかね、これはすっげえわかるわかる。スマイルも控えてそうだし、ギアも控えてそうだし、もちろんまたスペーシアベースとかも、商用車もやってくるんだろうなって思うような、なんか基本フォルムっていう、そういう形ですかね。リアの、はい、スポイラーついております。カスタムは。はい、標準設定でございます。そうだ、大事なことが。まずね、ちょっとウィンカー出します。シーケンシャルなんですよ。先に言っちゃった、我慢できず。さあ、僕も見てみたかったシーケンシャル。あ、なるほど、結構なんか明確にピカピカピカって数えてみます。1個、2個、3個、4個、5個、6個、 N ボックス7個じゃなかったでしたっけ。なんか1個負けたみたいな、そんな感じ。まあでもかなり綺麗に流れてますよね。後ろどうでしょうね。あ、後ろは相変わらず豆ちゃんさんだ。なるほど。さあ、じゃあスペーシアは、まあなんか想像の範疇かな。このあたりは、まあポジショニングランプはここで端っこがギュッと光ってますけれども、で、まあウインカーが、まあしかしキラキラのクローム系で加色がされております。で、フォグランプとかはなしの形ですね。いやー、それで考えるとすげーここ彫りが深い。ほら、カスタムすげー立体的です。で、フォグランプ先ほども言った通りあります。ちなみに後ろは、後ろは、まあ一緒、はい、豆ちゃんさんです。さあ、あとね、もう一つだけちょっと伝えさせてください。さあ、今回は単眼カメラです。さらにミリ波レーダー、あ、ここにミリ波レーダーありますね。形状的に、はい、用意されております。今までステレオカメラを使ってましたけれども、スペーシアは。で、それを、まあ、遠くまでもしっかり見定めながら、で、広い視野をちゃんと確保しようというところで、カメラも使いながらっていう形のミリ波レーダープラス単眼カメラという形にしてきました。だから、NBOX は、まあ、今回の進化って、単眼カメラとミリ波レーダーだったのを、もう完全に単眼カメラのワイドカメラですよね。視野角100度の、それに変えてきましたけれども、スペーシアは、まあ、NBOX がやめてしまった単眼ミリ波を使ってくるっていう。まあ、運転支援も今後、いいから比較で比べていきましょう。どんな感じかね。まあ両方とも、もちろん NBOX もそうですけれども、このスペーシアもハンドル支援まで全部ついてますので、センタリングキープまでついておりますので、まあそのあたりの実力とかもいろいろ確認をしていきたいなと思います。じゃあちょっと室内行きましょう。で、室内はもうガバッと開けます。まずこの超黒系でしょ、黒とボルドー系です。これほら、黒とボルドー系のこの内装です。で、もう基本としては、結構、まあデザイン変更はしてるんですけど、まあそもそも今回のスペーシア、まあ大きく大きくシャーシが切り替わるわけじゃないじゃないですか。だからブラッシュアップですよ。熟成ですよ。で、
まあ、その熟成の中には、僕、軽自動車は要はサイズが変わらないので、基本としてもう枠ギリギリまで使ってるわけじゃないですか、軽自動車規格の。で、それで言った時に、もうどんどんそのシャーシをどういう風に熟成させるかっていう、今回も鈴木さんとしてはこのフロアのところに、まあ、高原水のあの接着剤を使ったりであるとか、もちろん、あのルーフ周りも高原水型の要は雨粒の音とか、そういうのを減衰させるべくの加工もしており、静粛性はやってきておりますし、ボディ剛性も高めてきてるというのはやってきております。まあその結果どうなってくるかというあたりですけど、あ、これはまだサイドなんだね。このポコポコがついてるので、どこにドアノブがあるかは分かりますけれども、見えます、このポコポコね。うん、でも真ん中に欲しかったな。でも真ん中にするとね、この LED のナンバーライトがど真ん中で1個点灯で済むところが、真ん中にこの取っ手をするとね、あの両端に1個1個つけないといけないとかね、1個で済むのが2個になったりするからね、意外と特等席なんですよね、ナンバーの真上って。はい、このあたりはもう変わらないでしょ、変わらないでしょ、変わらないでしょ。うん、さあ手離します。うん、相変わらずバタンってここは行くんですよ。で、これで前後スライド。これも変わらないでしょ。うん、操作感も変わらないですね。でも、このあたり、なんかしっかりとフェルト生地が、なんか覆ってくれてるような仕立てですね。高級感高まりましたね。さすが一番高いグレードだけある。USB がここついてる。C タイプと A タイプ一個ずつついてる。鉱石用だ。すごいね。小物置きもしっかりあるし。で、二室灯もあります。へー。で、こっちは何もないんだな。だから、うん、右だけなんだ。僕、なんか、軽自動車だといつも、運転席の後ろに、こういう豪華装備が結構来てるんですけど、なんでですかね。世の中の VIP カーって基本的に運転席と対角側に VIP 席としてこっちの仕立てをよくするじゃないですか。でも軽自動車だとこっちの仕立てなんですよね。どっちかというと右側が優先されてる傾向が強いんですけど、なぜなんでしょう。まあそれはいいとして。さあ、じゃあちょっとサイド回って。あ、ちなみに、はい。まあこの辺りはいつもと変わらないですね。うん、変わらない変わらない。うん、変わらない。さあ。で、この開口角度とかも若干広くなってる。600になったんですよ。前570とか80じゃなかったでしたっけ？ちょっと僕の記憶だけでほんとすいません。で、高さは1250に今回なりましたね。で、結構やっぱフロア高としては低い低い。うん、いいですね。あ、ちなみに、はい、コールハーンの靴でーす。なんか真っ白で可愛いでしょ？うん、すっげー履き心地いいです。で、はい、戻します。で、これ倒れたところでロックされてますので、これバタつかないのもいいところですよね。前、マリオさんとの比較でもこれやったな。うん。で、これ革新的なんですけれども、ちょっとせっかくだからカスタムばかり映してると、うん、素のモデルに申し訳ないので、はい、通常のスペシア行きましょう。はい、さあこれですよ。ちなみにスペーシアの室内の色はこの色でございます。メランジですね。メランジ表記で仕上がっております。だからまあ編み物みたいな形ですかね。さあ乗り込んでみましょう。さあ乗り込んだ時にね、改めて広い広い、もう足つきようがないです。で、今室内としてはここ前後スライドがもう相変わらず同じとこにあります。さあ前まで一番出す、こっち一番後ろまで下げてあります。これだけのスライド幅があります。まあいつも通りですね、これは。で、はい、快適快適で、今回はちょっとこれ後ろ下げますね。よっ。で、その時に、まあ、こちらも上級グレードなので、はい、USB あります。これ便利ですよね、ほんとね。うん。で、真横を見た時に、こういうガラスもあるじゃないですか。だから視界も。これは普通のガラス、結構響きそうな音してますね、これね。ちょっと走行音結構入ってくるかも、ここは。今回、これ。これわかります?これね、何かというと、荷物を積んで、ブレーキを踏んで、ガバンって荷物が落ちちゃうって経験、まあ、ありません?例えば、おじいちゃんおばあちゃん家の田舎に行って、帰りにトマトを段ボールでもらってきました。なんでトマトやんねんって、僕トマト好きだからかな。で、トマト置いといたり、ブレーキ、お父ちゃんがブレーキ踏んだ、これがボーンって落ちちゃったって、トマト潰れちゃったりするじゃないですか。そうなんないように、そういった時はこれを、パコンって、ほら、これで、ロック!これがあればトマトを守れる。っていうね、そういった機能がつきました。しかもこれ通常時は、これ引いてあげると元に戻ります。角度が調整できるわけです。1、2。
あ、2段階だけか。うん、なるほどね。うん、もうちょっとあってもいいかもしれないけど。で、なんとなく予想つくと思うんですけど、これ、脇にボタンがあって、このボタンを押してあげると、ボタンを押したらこれ、ニョキンって出てきたらいいのにな。それはできないか。うん、片手じゃできないね。だから、ちょっと待って、どうにかできないかな。こう、押しながら、ああ、できたできた。すっげえ僕器用。今ね、人差し指でボタン押しながら、親指でこれ出した。だから操作感としてはすごい簡単。軽い。ちょっと出してあげると、要は、まず、はい。うん、これは出しすぎだね。もう座面が長すぎちゃって、もう僕の足が足らない。だから、足がちょうどいい長さになるように、ほら、これで調整できるわけです。あ、これでいいね。座面がまるで長くなったかのように、なんか、ゆったり座れる。だから、もも裏もサポートが効くような形。で、これではなくて、もっともっと、ゆったり座りたいって言ったら、これで目いっぱい出してあげて、角度を1、2、これ最大限なので2を使ってあげて、そうするとこれでオットマンのようにも使えるっていう、だからまあ一つ三役みたいな形のこの機能がつきました。まあ僕だったら多分ね、脱ぐでしょ靴。僕多分ここに足をポンって置いて、僕ね体操座り結構好きで、こんな姿勢でシートベルトして乗ってそう。まあそんな、まあいろいろと使い方とかもあるとは思いますけど、リクライニング等もありますので、今これリクライニング一番ついてるところで上げると、一番立てるとこんな形で、もちろんアームレストも、これアームレスト確かね、一番上のグレードじゃないとつかないですけど、下のグレードだとつかないですけど、リアはアームレストもあります。あ、フロントのアームレストも上のグレードじゃないとつかなかったかな。よっ、テーブル、これもね上のグレードだけだっけな。これ結構便利ですよね。奥側でお買い物フックちゃんとかけれるっていうのも、はい。で、あとは携帯置きとしてもあります。で、これを戻すときにはこれをやって、横のボタンを押しながらこれを戻す。あー、なるほどね。じゃあ運転席周りも行きましょう。おー、なくなったねー。アタッシュケースが一つのテーマだったじゃないですか、まあ先代は。だからここに、いや、これどう考えても使いづらいんじゃないの、もったいないんじゃないのっていう蓋がついた形のこれトレーだったんですよ。で、その蓋の上も結構使えるんですけど、なんか置いちゃうと物が落ちるんですよ。だからね、これすげえ使いやすくなったね。で、ドリンクホルダーでしょ。ティッシュケースとしてはここ、ティッシュ箱としてはあるし、小物置きとしてももちろん使えるし、その下にグローブボックスもあるし、これすごい良くなった良くなった。妙なボックスがなくなっただけで、あれ？オーナーさんどうだったんすか？僕もう見るからにあれ使いづらそうだなと思ってたんですけど、まあ、かっこよさとかアクセントはありましたけどね。ここなんか滑りにくい素材もついてて傷つきにくそうで、これいいですね。この素材感もいいです。で、USB がここ、はい。ここも A タイプと C タイプ、両方とも一個ずつありますね。で、ここにも USB がありますね。ああ、なるほど。エアコンここに来たんだ。前はモニターがもう少しだけ小さめで上側にあって、ここにエアコンが、操作パネルがありましたけど、エアコンの操作パネルここに来ましたね。おー、来たー！電動パーキング。鈴木さんの軽自動車初めてじゃないですか？いいっすね。で、シートヒーターあって、エアコン周りあって、で、今回、なんかね、ステアリングヒーターがあるとかっていう噂が流れてたんですけど、その噂は嘘か。ステアリングヒーター、これ上級グレードなもんな。だ、全部ついてるもん、これ。アームレストもついてるし、これ上級グレードの、これ X のはずなんですけど、カスタムじゃないらないのかな。で、ここは、まあ、いつも通り。あ、ここ残念。これね、携帯とか、なんか車にパッと乗った時に意外と、ここのベンチ型ってすごい使いやすくて、意外とね、さりげなくなんか携帯とかポンって置きがちなんですよ。置いたものが一瞬でも走ると、これストーンってね、ここ短すぎて落ちちゃうんですよ、ここ。だからこれもう少しだけこれクッション伸ばしてあげて、水平とかにして受けてあげて、物が落ちないようにしてくれたらこれ嬉しいのにな。これ物落ちると意外とこれめんどくさいんですよ。これちょっと残念だった。これ改良してほしかったな。で、天井周りは、あ、スリムサーキュレーター、これもだから上級グレードですよ。スリムサーキュレーター、薄型のサーキュレーターね、扇風機です。まあ、なんで扇風機がいるんだって。まあ、軽自動車はそのエアコンの能力で考えた時に、もうリアのこの広い空間までガンガン冷やそうと思ったらものすごい負荷も高いので、だから前側の空気を後ろ側に必要に応じて送りましょうっていう形でサーキュレーターがついております。この辺りもアクセント
いいですね。お、ここもいい、ここも。このメーターの上が使いやすくなったね。これすごいいいですね。うん。置く場所として。ちょっとカスタム行こう。さあ、最後、もう5分もないですよ。さあ、カスタムです。ボルドー色です。あ、ここも置けますね、物が。質感もいいじゃないですか。で、四角形で、まあ、いつも通りですね、物を置けます。あ、ヘッドアップディスプレイついてます。ターボですので。あ、やっぱステアリングヒーターあったあったあった。ほら、これもだから初めてですよ。だからカスタムの一番上級グレードじゃないとこれつかないって話だな。で、メーター、ちょっとエンジンかけてみましょうか。メーターどんな形か。メーターかっこいいんですよ。で、ヘッドアップディスプレイ出てきまーす。うん。お、で、360度です。これオプションで入ってますね。まあこれビューボタンが独立してるので、これはとてもいいと思います。もう必要に応じてこのビューボタンを押しさえすれば映像が出てくるので、これはわかりやすいですよね。操作性もいいと思います。しかし質感が高い。Nボックス が軽自動車の質感を高めてきちゃって、その Nボックス をぶっ倒しに来たスペーシアのカスタムがこんなに質感が高くなるのも必然でしょう、これは。いやー、なるほどね。このあたりもボルドー色で、うわ、この肌触りもいい、いい。さあ、ちょっと日陰に移しましたよ。はい。もうあと1分もないんですけど、今もうね、12時に車返せって言われてて、今12時だからやばいな、もう。はい。メーターはすっごいわかりやすくなりましたね。まあ、あとはハンドル支援とか、運転支援関連がどのレベルか。しかし、ここの小物大きいな。これ携帯とかを置いても、降りるときに結構ね、携帯とかをこういう下とかに置ける車とかもあるんですけど、そうするとね、意外とそこに忘れてっちゃうんですよ。で、忘れてって家に入って、わ、携帯ないじゃん、あ、車だよって言った時のあの残念具合というか、めんどくさっていう感じ。だから絶対降りる時になんとなく目につくところに携帯とかってやっぱね、自然と置けるような場所が良くて、だからこういったところもいいと思いますしね。だからこういったところも忘れない小物置きの場所としてすげえいいと思う。うん、降りる時絶対見るもんな、ここは。うん、うん。まあ、という形で今回は、あ、ここも質感高いですね。まあ、という形で今回はスペーシア、登場しましたので、ナンバーが取れましたら、また乗り味もいろいろお伝えしたいと思います。まあ、乗り味どうなったかね、このハンドル周りのね、フィーリングとかね、センター周りのフィーリングとかね、そのあたりちょっと興味ありますけどね。ではでは、今回も最後までご視聴ありがとうございました。ほら、室内広いしょー。さあ、スペーシアカスタムでした。登場です。3代目です。ではでは、いかれフォー。